こんばんは。こんばんは。みんなやっほー。公演お疲れ様でした。だるまありがとう。だるまたくさんありがとう。なにこれ、待ってだよ、ありがとう。お花ありがとう。前髪あるだよ、もちろん。だるまありがとう。ハートありがとう。だるまありがとう。お花ありがとう。待ってたよ、待ってたよ、ありがとう。やっぴー、だるまありがとう。ね、まつげすごくない？なんか絵みたいじゃない？意味わからんか。ほんまにまつげ綺麗。待ってだよ、ありがとう。ハートありがとう。お花ありがとうね。ウィーアーマジ楽しい。今日も楽しかったです。お花ありがとう。松葉したからこんなに上がってるんです。ハートありがとう。綺麗、私綺麗、可愛い、ありがとう。ハートありがとう。ハートありがとう。幕張通商券ゲットしました。ナイス、嬉しい。いっぱい写真撮ろうね。昨日前髪分けてました。見てないの？お花ありがとう。フランス人もびっくり、仲良くなってんの、めっちゃおもろい。もともと友達なんかと思ったわ。やっぱ陽キャです。いい女きょうちゃんです。松葉はね、1ヶ月持ったらいいぐらい。1ヶ月立つとそろそろビューラーした方がいいかなってぐらいです。だから絶対得かは分からんけど、まあこんな綺麗になるならって感じ。前髪分けてるって言ってて、かわいい。ツーショット買い増ししました。ラブありがとう。ハートありがとう。勇気出して話しかけてみた。すごい、絶対人見知りちゃうやろ。お花ありがとう。大好き、返してくれた。今日もありがとう。そう、1ヶ月持つかなぐらい。でもね、だんだんなんか1本だけちょってなんか下がっちゃう子がいたりするから、やっぱ調子いいのは最初2週間ぐらいな気がするな。だからポートメッセまではきっと大丈夫。うちはめっちゃ可愛かった。ありがとう、ほんまに嬉しい。きょうちゃん見てた？お花ありがとう。きょっぴー元気だよ、やっほー。お花ありがとう。お花ちゃんハートありがとう。こんばんは、やっぴーやっぴー。そう、23日の S 公演と25日鉄な、この日は久しぶりにシャシャンと一緒に出れます。嬉しい、超楽しみ。ハートありがとう。待ってたよ、ありがとう。そう、一本だけとかなんか数本ちょっとなんか下がっちゃったり、言うこと聞いてくれへん子が続々と出てきます。キョッピーが夢に出てきました。何してた？サイリウム、だるまありがとう。
11期からはね、きょうちゃんとあんずちゃんが出ます。そして23日はきゅうちゃんとくーちゃん。お花ありがとう。ピアス好きかな。おで開けてないからわからない。ハートありがとう。来てねー。で今月さ結構公演多くない？まあそりゃそうか、コンサート終わったし。ハートありがとう。今日もキャッピーめっちゃいい匂いやった、マジで。あのね、踊ってる時、公演中になんかいい匂い、いい匂いすぎて、あ、自分いい匂いやなと思ってた。やっほー。そう、ピアスこう見えてね開けてないんですよ。意外ってめっちゃ言われる。だけど開けてないんだよ。意外かな。今日ビビリやからちょっと痛いの嫌。あとなんかめんどくさいけど、アクセサリーそんなつけるか。上手に読めてたですか手紙。相変わらず自己肯定感高くて好き。ちょっとなんか手洗ったからさあんま残ってない。まあ公演前やったし、結婚してええで。手紙読みハラハラしまくり。ハラハラした。2回目。いい匂いですよ、きょうちゃん。いい匂いすぎて、この新しい香水ほんまにお気に入りすぎて、ずっとつけときたいねんけど、ずっとつけときゃいいか。手紙の紙踊りそう。そう、全肯定。そうです、ハッピーキョッピー帝国です。ヤッピー、もう花ありがとう。踊った、素晴らしい。どんな匂いかっていうと、キョッピーの匂いです。きょうちゃん髪手多かったかも。確かにそうかもしれない。え、どうだろう。タコありがとう。これね、全く甘くはないんですけど、時間経つとちょっと甘くなる。そこがポイント。マジで大好きこの匂い。ズロズレによることね、あったな。そう、ちょっとね匂い構わんねん。今日も一番かわちーん、ラブだよ。圧倒的神手。確かに今日神手多かったか。だけど渚のニサビは下手だお。待ってたよ、ありがとう。いや、嗅ぎたいやろ京香もね。みんなに京香の匂い嗅いでほしいねんけどな。厳しい。京香マジいい匂い。切な、応募しました、やった。待ってるね。鎌倉やば、いいな。23日来てよ、 S 公演だ。きょうちゃんの詩人久しぶりに補充できて幸せです。よかった、見えた、いっぱい。そうだ、今君もしもて、しかも思い出以上もしもてありでちたね。トーク会行くしかない。みんな幕張の券はゲットしてくれたかにゃ。もう締め切り終わっちまったけど、16日だ、 S 公演です。お
オレのさやさんとわちゃわちゃしてるの見させてもらいますね。オデのさやさんなえ、マジ顔めっちゃ覚えてんで。オデのです、オデのです。そう、月曜日なんよ。そう、25日はやっとシャーシャンと一緒。もうシャーシャンと一緒の手綱久々すぎて嬉しい。早く会いたいマイプリンセス。お花ありがとう。そう、キョッピーと写真撮れちゃうで。通称もトークも追加した、ありがとう。ラブだるまハートありがとう。シャシャン今月キョウちゃんとお出かけしたいって言ってた。シャシャン今月はね、もうあと2週間で終わりますよ。シャシャン、シャシャン、いつになったらオデと遊んでくれるんですか？シャーシャン。オタ友の女の子すごく強化に興味を示している。え、嬉しい。じゃあ引き連れて会いに来て。こんばんは。ワン。ハートありがとう。涙ちょっと切れてました。まあ。あと40分したら見れるわけや。50分か。え、マジで覚えてるだよ。ハートありがとう。タコありがとう。今年もあと2ヶ月だね。らしいで。どうする？ユニバ行きたい。無理。23日一点集中。お、待ってんで。シャーシャンと単押し契約結んで。それはシャーシャンと契約結んでるならそりゃシャーシャンだな。でもおでもシャーシャン推し負けないぞ。ユニバ行ったことない。絶対今の時期に行くべき。絶対にこのユニバのハロウィンの時に行くべき。キョッピーに手振ってもらったんですって話だ。かわいい。ハートありがとう。来週ユニバ行く。待って、いいなーいいなー。ユニバ行きたい。ハートありがとう。ハートたくさんありがとう。そう、ハロウィンやばいで。一回行ったけどハロウィンめっちゃおもろかった。まあ、一回行けただけ耐えって感じか。鉄の応募した、待ってるよ。前日キョウちゃんに慰めてもらう。まあ、ちゃんと慰めてあげるケロ。当ててね。だるまありがとう。ポケモンやってる？なんか何だっけ、あれちょっと名前はわからないですけども、亀のポケモンみたいな、亀みたいなポケモンのやつ見たです。だるまありがとう。あとね、ショーでポケモン出てきた。前なんかパレード、道端歩いてるやつでなんかポケモンいた。しかもマリカーとかもあった。すごい。なんだこれ。待ってたよ。ありがとう。キョピちゃん今年は掘らないといけた。一回だけいけただよ。めっちゃ楽しかった。だけどやっぱちょっと歩くだけで疲れちゃって年感じました。だけどなんかその時全然乗り物乗れんくてさ。だるまありがとう。あ、そう、ゼニガメ、それ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 、多分な。ハートありがとうそう、なんか年感じちゃった。なんかもっと中学校とか小学校の時はもっとなんか一日中もう休憩なしで遊んでたのに、もう今ちょっと遊んで一旦休憩せんみたいな。
感じ、年感じます。先に行かれた、そう大阪来てたことが嬉しいわ、言ってたんですよね実は。ぷぷぷぷぷ、いつやったかな、うん、え、ユニバーサルシティまで行ったらユニバー行くしかないでしょ。ハート、お花、ありがとう。にゃん。だるま、ありがとう。見て。今日のきょうちゃんも、かわいい？どう？前髪めっちゃ良くない？前髪めっちゃいいな、今の感じ。なんか、長くていい感じ。かわいいでしょ。ハートありがとう。偏頭痛、待って、やっぱ偏頭痛ある今日もしかして。前髪伸ばしたいけど、伸ばせない。年末、兵庫に行こうかと友人と計画中。マジでね、一個おすすめがあります。淡路島、でも兵庫って言って淡路島行く？淡路島マジで行ってほしいな。あのね、キティちゃんの建物があるから、そこが本気でおすすめ。ハートありがとう。そう、髪型変えれないだよ。だけどなんかこのぐらいの長さやったら前髪ありできるし、あの遊ぶ時とか前髪なしにしようと思えばできるからいい感じ。昨日の前髪めっちゃ良かったくない？バラありがとう。前髪センター分け、わかる。まあ、センター分けもいいけど、ちょい分け目左右分かれてるのも好き。きょうちゃん伸び伸びしてて良き、嬉しい。今日の夜ご飯はすき焼きお弁当でした。俺の分はないよ。ないでちゅないでちゅやっほー、すき焼きでしょう。めっちゃ好きあれ。そう、公演前にお弁当めっちゃダッシュで食べちゃって、なんかでもさすがに全部は食べれんかったよな。ほんまにちょこっとやけど、でもほんまに苦しかった、正直正直ね、結構苦しかったです。だからその残り食べました。お花ありがとう。お弁当公演前にね普通食べるねんけど、なんか今日がね、なんかすぐお腹いっぱいになって苦しくなっちゃうからあんまり食べないんですよね。お花ありがとう。きょうちゃんはきょうちゃんって呼ばれるのが好きやからニックネームきょっぴーにしといて、きょうちゃんって呼んでって急に言い始めたりします。俺にも肉ください。いやでちゅ。そう、きょうちゃんが公演前に食べるのめちゃめちゃ珍しい。だけど今日はなんかお腹空いたから食べちゃっただよ。語る会、きょうちゃんの話いっぱいした。衣装きついほど大量には食べてないねんけど、シンプルにお腹いっぱいすぎて苦しいの方でした。今日仕事が忙しくてお疲れ様。そう、きょうちゃん胃袋ちっちゃいんかな。そう、きょうちゃんだけどコールは強化、そういうことです。
やばいよな、一番ややこいんちゃう。お肉はダメですか。じゃあシャーシャン俺のってことで。いや、シャーシャンはおでのです。シャーシャンはね、おでのシャーシャンなんですよ。会いたい、もう全然会えてないよ。そう、コールはね、強化が一番言いやすい声が出るから強化にした。確かに、でも強化よく聞こえるで、いつも。キョッピーは外向け、帝国ではキョウちゃんかな、なんかそんな感じ、そういう感じです。ハートありがとう、レインボースターありがとう。使い分けてます。さすが帝国民は、この使い分けもしっかり習得していただきたいなって思っておりますので、よろしくお願いいたします。お互いよそ見はダメだねって話で終わりました。そうだよ、ハートありがとう。キョッピーでキョウちゃんで強化、そうそうそう、そういうこと、そういうこと、わかったかな。だるまありがとう、ハートありがとう。篠原って呼ばれたらマジ無視するで。隣の人最初キョッピーってコールした。いやでもそうなる、絶対に、絶対に分からへんと思う。だけどコールしてくれたら何でも嬉しい。シャーシャーについてサイズで語ろう、マジあり。篠原ちゃんダメ、ダメです。名字ダメです、禁止。キョウちゃん、キョウちゃんって一回言ってみ。キョッピー言わなすぎて逆にキョッピーが恥ずかしくなってる。逆になったな、最初キョウちゃんって呼ぶのがあれやったのに。だけど推しメンにはキョウカって呼ばれたい。でもみんなはキョウちゃんって呼んでほしい。どう、あ、キョピコ、キョピコちゃん、キョピコも結構いるよな、キョピコかわいい。キョピコちゃんって呼んでくださる先輩もいます。うわ、ピーちゃん、ママや、ママたまにピーちゃんって呼ぶで、今日のこと原型なさすぎん。キョウカー、キョウカ、もちろんトーク会でキョウちゃんって呼んで、みんなねキョウちゃんって呼んでくれる。今日もキョウちゃん可愛くて、今日一日幸せでした。今日多いな。キョッピーっていう方が照れる、ほんまに。キョウちゃん好きな人から呼ばれるなら何て呼ばれたいです。シャーシャンに今日勝って呼ばれたい、にゃん。そう、キョピコちゃんはね、ミキさんがそう呼んでくださる。あとね、ユズさんもキョピコちゃんっていつも呼んでくださるんです。好き。スピーちゃんといえば、そろそろ出番、いや、やってきたかもしれへんな、この時期が。ハートありがとう。キョピって可愛くない、キョピちゃんとか。うわ、キョピちゃんとかキョピとかも可愛い。キョちゃん初めて聞いたぞ。キョちゃん、そう、推しメンに強化って呼ばれて、ゆずさんにも強化って呼ばれたいな。ゆずさんに強化って呼ばれたいの分かる、分かってくれる。ピーちゃんで強ちゃんにハマった私関係、そう、この季節来ますよ。ま、後ろありがとう、大丈夫。あ、お城ちゃうわこれ、こう、キャッソありがとう、キョピジョ本日もありがとう。今日公園入ってました、キョちゃん可愛かった。お花ありがとう。やよいちゃんはね、キョちゃんって呼んでるかも、キョちゃんやな。そうだそうだ、そう、今日がね、友達も結構なんか、きょうちゃんって
呼んでくる子結構多かったかも。キョウタンとかもおった。キョウタンおったな。キョウタンバリ可愛いない。キョちゃん可愛かったよ。キョちゃん、キョちゃん嬉しいよ。キョちゃん花束ありがとう。ハッピーキョッピー。でもキョッピーっていうさ、あれじゃない、名前良くない名前まで褒め出した自分で、もうあかんわ。公演お疲れ様でした、ありがとう。見てくれた、シャシャに教会呼びされた日も忘れてた。覚えてるよ、覚えてるよ。あれはね、公演の帰りに、あのシャシャが帰る時にすれ違った時に、うん、お疲れ教会って。うーん、11期のみんなはキョウちゃんのこと、なんかね、サクとアンズ、サクはキョウちゃんって呼んでくれる。サクのキョウちゃんバリ可愛いから、キョウちゃん、キョウちゃんって呼んでくれるね。サクめっちゃ可愛くない？いつの間に。サクもしかしてハッピーキョッピー帝国民ってことで、アンズもキョウちゃんやけど、キョウカもあるで、クルはキョッピー、ヨネちゃんもキョッピー、リーナもキョッピーだな。キョピーキョピーキョピーキョちゃんキョちゃんって感じです。次キョウタンでいきます。え、キョウタンバリかわいい。キョウタン好き。今日もいっぱいありがとう、ありがとう。久しぶりに楽しかったかい。乗ってくれるの大好きだ。キョちゃんキョちゃん、ね、そうキョピコの人もいる。今の可愛かったからムカみたい。無理でっち。7月19日の鉄の終わりってメモあります。マジお恥ずかしい。てか7月なんや。そうキョッピー多いな。ちょっとキョウちゃんにちょっともうちょっとしていかないとな。11期のみんな帝国民にしていかないとね。おまんじゅう、そうおまんじゅう、おまんじゅうのお顔大好き。さくちゃん配信だと今日かって言ってる気がします。あ、確かに今日かって言ってることも多いか。今日さ5人でさくがいなくて寂しかったけど、なんかこんなに大集結すんの久々じゃない。そんなことない、5人もいるの。だからちょっとテンション上がった。めっちゃなぎさんのレッスン反則すぎてドキドキした。あら嬉しい。バラありがとう。おまんじゅう、おまんじゅう呼びしたら怒られんじゃない。キョピ様、あキョピ様いいやん。キョピ様あり。ありです。ハートありがとう。結構してええで。この前の手伝い4人、そっか4人と5人ってでもだいぶ違うくない。だからね、今日はなんか多くて嬉しかった。しかもみんなで終わってから喋って楽しかった。待ってたよ、ありがとう。東京に戻ってきた、お疲れ様。いいな東京行きたい。来週か、楽しみだな。バラありがとう。バラちゃう、これお花、これ何、何の花やろ。やっとキュピクルでね、嬉しかった。キュピクル勝つ。全員集合した時に入れてね。全員集合結構レアじゃない。これからまたあるかな、近い時、近いうちあったらいいな。ハートありがとう。6人で集まりたいな。来週は東京というか幕張で東海だお。レインボースターありがとう。でも詩人から見ました、素晴らしい。わ、じゃあきょうちゃんの思い出以上見逃したんですよね。また見てね。12期にはなんて呼ばれたい、マジなんでもいいけど、ちょっと名字は
あれじゃない、壁を感じる。寂しいだよ、きょうちゃん。でもなんか、きょうかってさ、呼ぶ人おらんやん、メンバーで。同期とかしか。きょうかさんって呼ばれたら、おーってなりそう。わかる？なんか。わかる？結婚して。やれ。今週、キョピクル3回？どういうこと？ん？今週？今週？今週？待って、今日って何曜日？うわ、忘年会、え、あり、地域みんなで今年お疲れ様でした会、あり、焼肉行きたい。思い出以上今日も良きでした。マジ？嬉しい。予想してなかったから、ほんまに？思い出以上だっただよ。かっこいい、ありがとう。金曜日？そうや、金曜日か今日。金曜日、金曜日って話してたわ。そういえばしゃぶしゃぶあり、しゃぶしゃぶ食べ放題あり、思い出以上センター、こないだやったよな。でも今日13日、エスコエンに申し込んだよ。ありがとう、当たりますように。今日、あずきょぴでココイチかと思った。ほんまに？うん？あー、確かに、メンバー的に。確かに。そっか。確かに、あり得たな。それもあり得たですね。確かに。だけど、おでは、思い出以上でした。大好き、思い出以上。わー、今日早く寝たいけど、やめよう。ハートありがとう。わー、悩むなー、明日。いや、ちょっとはやろう。そうしよう。お花音符ありがとう。公園上がり定位置はいいな。最近行けてない。だるまありがとう。思い出以上散歩時できるから今日どこって楽しみます。そうやで、もうあんなに今日がずっと思い出以上やりたいやりたいやりたいずっと言ってて、マジでほんまに大好きやったんよ。でマジずっとやりたいって言ってて、いいな、思い出以上やりたいな。最初だって今日があんま思い出以上じゃなかったよ、多分セカンド始まってココイチやった気がする。だからいいな、思い出以上いつかやりたいなって思ってたら、まさかの散歩時制覇。あれー、そう、ダチョウもね一回きりで終わっちゃったからまたやりたいなって思うんですけど、あれは何がどうなったらああなったんだろうって感じ。なかなかダチョウに回ってくることなさすぎて、一生やれずに終わっちゃうんじゃないかって思ってたからね。できてよかったけど、どうなったらああなったんやろかな。エスコエン待ってるね、来てね。今日もやっぱり覗いてくれて、そういっぱい覗いただよ。え、思い出以上カラオケの瀬取りにあります。どういうこと？え、このショールームには入ってないやんな。ハートありがとう。寒くなってきたけど体調はバッチリです。キョッピー見て少し体が楽になって。ほんまに？嬉しい。いっぱいあったかくしておいしいものをいっぱい食べて毎日いっぱい寝て楽しいことだけ考えて健康に生きていきましょう。そう、今日はお休みメールちゃんと送った。自ら歌う、なるほどね。お花ありがとう。今日がほんまにか、なんか体調崩すことなさすぎて元気っ子でいいなあ。いいことだ。
そう、毎日キョピのことだけを考えて生きていこう。起きた、キョピちゃん今日も可愛いね。久しぶりやん、元気？11期の思い出以上、確かに思い出以上やってんのキョウちゃんとクーちゃんだけかな、やんな多分。まあキョピブルドンほんまにやりたい。ハートの勢いすごくて友達に笑われた。確かに、やし対応力もすごかった。北海道寒暖の差ありすぎて、寒そう、もう寒いんってか北海道って。前は全然暑かったけど。24時間365日元気じゃないから羨ましい。え、今日かマジで、あの365日中元気なのほんまに、ほんまに少ないと思うけどそう、センチュリー後ぐらいから風邪気味。やっぱさ急に寒いからさ危ないと思う。だからキョちゃんなんて今日パーカー着てたで、今日あのね裏着物、パーカーだけの季節最高やんってなってた。だるまありがとう。リクアワの誰かのせいにはしない、やったね。曲、あの曲大好き。10月には初雪、以上もうそろってことですか。誰かのせいにはしない、公演始まる頃もう暗い。マジ確かに。でもね暗くなるの早い、ほんまに悲しいよ。ダチョウの日実機アズキョピクルリーナ作だったから、おー珍しいんかなそのメンツ。いやどう不思議。あーまだあろうと思えばあるんかな。サイリウムありがとう。梅雨狩りの衣装、え待って見たことないかも、どんなんやろう。声がかすれるくらいもよかった。しかもなんかリカーはね参加できた、初めて参加、なんか初めてやった曲なんか全部ちょっとやりたかったやつでめっちゃよかった。絶対似合う、気になる、見てみよう。ハートありがとう。鉄なでやってみたいユニットはアメピとウィンブルドン、レインボースター、デルマレインボースターありがとう。え、わかる、イントロめっちゃいい、わかる。枯葉、待ってやってる未来想像つかなさすぎるけど、いつかできたら。星綺麗よな最近。そう星ね、星見てめっちゃ季節感じた。めっちゃオリオン座綺麗に見えました。めっちゃ星が綺麗になってきて冬だなって思います。星見に行きたい。そうアメピやってみたいな、ちっちゃい子たちとアンズと一緒に、アンズとユーネちゃんと一緒にアメピやりたい。ちっちゃってなりそう、なんかキョピクル名前のボードでも写真だった。え見せてね。ジッパーキョッピーはねアーカイブはもう残ってないけど、またいつかできたら絶対やりたいな。絶対やりたいねんけど、またもう一回やりたい。バラありがとう。
マジビンブルドンやりたい。お願い、こんなに言ってるからさ、誰か見てないかな。ちょっとほんまにお願い、頑張るから、頑張ります。なのでお願い、背中から抱きしめて、めっちゃ好き、素晴らしかったです。そう、プラネタリウム行きたいねんな。あんま行ったことないかも。一回だけ見たことあったかな。うん、やっぱみんなウィンブルドン大好きやんな。許可も大好き、絶対にやりたい。毎日劇場訪問してきます。そうやな、きょうちゃんにウィンブルドンやらせてあげてくださいって毎日言おう。コバありがとう。好きな星座、双子座、星、雲、何それ。青色かわいいね、ピンクもかわいい、黄色似合うんかな。今日か似合うか。お花ありがとう。ウィンブルドンマジやりたい、お願い、マジでウィンブルドンマジやらして、頑張るので。双子座だよ。だから双子座ってさ、なんか12月に見れるみたいな、確か。でなんかこんな形してたはず。なんかこういうお味噌汁すくうやつみたいな形してた記憶、違うっけ。双子座おそろやん。チッパー見逃した？待って、それはやらかしてんで。きょうちゃんは何でも似合うよ。だよね。星見に行きたい、マジで星見に行きたい。お花ありがとう。なんかプラネタリウムもいいけど、そんなことよりももう満天な星見に行きたいな。ピンクブルドンやりたいよ。きょうちゃんと誕生日2日違い、近っ、運命ですわ。なんかね、星座の歌みたいな毎日学校でなんか聞いてた、なんか覚えたな、忘れたけど。前髪めっちゃいい感じすぎる、めっちゃ好き。神戸夜景綺麗、六甲とかバーリ綺麗だよ。岐阜とか行ったら見れそう。確かに見れそう。え、マジでさ、星見に行きたい。うわー、免許欲しい、免許欲しいな。マジでちょうだい、お願い、マジで免許欲しい、ください、お願い、頑張るから、マジで頑張るから。高すぎんだって、車の免許取るの。もう今日かなって欲しいよ、免許。もう19歳やで、もう二十歳なるって、マジで欲しい、お願い、頑張るから。でも一生なんかタイミング逃してそう。いいよな、ゆうねちゃん免許持ってんの。普通にだって二十歳の時でもう持ってたっけ。いつ、結構前から持ってんのかな、ちょっといつと持ってるか知らんけど、もう追いついちゃうって。マジで免許欲しい。絶対簡単じゃないやろ高いもん、車の免許取んの高い高い。サンタさんがプレゼントしてくれる、あり、それにしよう。サンタさんにもらおうと、免許証それ持って車運転するんだ、うん、マジ運転したい、マジで運転したいんですよね。スタバ買って
ってスタバ買って夜で星見に行く。あり、海から見る星空いいよな。身分証としか使ってない、もったいな、ちょうだい。え、今日からね、運転したい派けど眠くなっちゃいそう。運転したいな。勘もいいから、え、待って、勘とかでいけんの？免許免許って勘？勢いってこと？そう、海見ながらドライブしたい。で、でもなんか教習所の人怖かったらすごく嫌。マジで優しくしてほしい。え、なんかみんなもきょうちゃんの周りに怖い人いてほしくない？えくない？なんか優しい人に囲まれて生きていってほしいやろ。次の更新で写真漏れたら姫に免許あげる漏らない写真頑張って持って。夜のサービスエリア、わかる？え、今日かサービスエリアのめっちゃオーソドックスな醤油ラーメン好き。乗りたい車なんてない、かっこよかったら何でもあり。え、免許証の写真ね、今日かね、証明写真漏れんで今日がね、高校生の時証明写真撮って、それめっちゃ漏れててお気に入りやった。めっちゃ可愛かったあれ。てかそん時からさ、自分のさ証明写真見て可愛いとか言ってたわ。やっぱりずっとそうですもん。きょうちゃんの周り優しい世界だからね。いやー、きょうちゃんの周り優しい世界だけであってほしいですよね。ほんまに、もう優しい人しかいてほしくない。そらそうか、全員そうか、当たり前ですね。甘えだこれ優しい人に囲まれてハッピーギョッピーの人生生きてほしいでしょ。じゃあもし嫌な人おったら言うな、みんなに。で、もうきょうちゃんは優しい世界で生きていかないとダメなので、ちょっとすいませんって言ってほしい。ちょっとすみませんって言って。2年前に取って以来1回も乗ってない免許。え、ちょうだい。めっちゃいいやん。味噌ラーメン食べたい。いや、まだね、食べてないんだ。英語で話したいなら、OK、I'm speak English。OK。オートマとかマニュアルとか、あれろ、このガチャ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 。え、こうやってやろ。オートマは多分、普通で、マニュアルが多分、ガチャガチャガチャブーンみたいな感じじゃないかな。うわ、なめ猫、懐かしい。ご飯食べたからお腹いっぱいだよ。こんな感じじゃない？なんか、なんかそんな感じのイメージ。こんなむずすぎ。あんなん絶対無理やで、今日か。無理無理自分好きだから帝国民も自分好きだらけ。いいこと、やっぱ推しに似るって言いますから。英語うまい、やったね。I'm happy。 え、今日がね、結構英語のさ成績、そう、めっちゃ良かったん、今日か夏なんか高校、なんか英語うまい子、なんか英語だけ、なんか英語うまい子だけこっちも違う授業みたいなあってん。そういえばそれ、今日が絶対、今日が頭よく見られたいから、え、絶対普通にそっち行きたいやんと思って、英語バリ頑張ってた。いや、そんな頑張ってないか。だけどなんか頭いい方のクラスおったわ、そういうの。めっちゃおもろないなんで、マジでなんで、バリおもろいつやったかな、あれ懐かしい。1年生かな、1年生とか可愛い。え、1年生、あ、でも今日かも、今1年生か、違う、もう2年生、え、1年生か、
わかんない、無理無理。そう、今日が結構頑張ってたわ。素敵素敵。いやめっちゃおもろいな、京香が頭いいクラスにいたのめっちゃおもろかった。そうや、京香今19の代や、そう1年生でした。1年生ってかわいい。英語縛りとか絶対に無理。え、それな、英語できる人マジでかっこいい。なんか軽くだけでも喋れたり読めたり、あと英語の文章っていうのをなんか書けたりしたらめっちゃ良くない？めっちゃ憧れてた。要はね、中学校の時だから海外にバリ憧れてた。そういう時期ない？めっちゃ洋楽にハマって、なんか海外めっちゃハマるみたいな時期、絶対誰にでもあると思う。知らんけど。それでね、憧れを持ってたわ。大学デビューでブイブイをしてるはず。今夜から英語の練習始めました。お、かっこいいやん。そう、あ、英会話やってみたい。英語の教員免許すごっ。一から教えてください。洋画字幕なしで見たらほんまに何にもわからんことになっちゃうから。字幕ありで見てたらやっぱ意味ないんかな。意味ないか。洋画にバリハマってたな。そういえばバリは言い過ぎた、ちょっとハマってた。何学部？え？学部って何？わかんない。英検持ってない。そういえばあったな。フロリダ、え、マジで言ってる？どこ？アメリカ？かな。 I can't speak English 言えば問題。確かに英語喋れません言ってんねんからな。じゃあしゃあないかってなるんだ。草むしり検定もちろん。字幕ありでも音声そのまま聞いてるとだんだん理解してくる。え、でもなんか単語とか、なんかカンドラとかをめっちゃ見てると単語とかはちょっと分かってくるよな。そんな感じかな。字幕なしで見ることで英語、あ、そっか、でもなんとなく分かるか。うわ、確かにそれいいかも。喋ればするかもな。喋れるようにはなるかもしれへん。確かにあり。だけどほんまになんか何言ってるか分からんくなってやめそう、途中で。絶対やめると思う。眠たい。めっちゃ眠いねんけど、最悪どうしよう。マジピンチ。マジ自分しか悪くない。最悪や。カンドラたまに日本と同じ言葉ある。わかる、なんかめっちゃ似てる単語あったよな。コミュエ呼び、え、なんかそんな感じあったような気がするけどマジで覚えてない。なんか学生の記憶ほんまにないねんけど、怖いぐらい。ある程度行きました。え、すごっ。内容知ってる映画、確かに。ジョーズとか。めっちゃ眠いねんけど。なんで？今日結構寝たのに。え、もう寝ちゃおっかな。泣きにしもあらずって感じ。にゃ。いや、今日の前髪ほんまに大好き。最高。うわー、あと5分。そういう時は素直に寝ましょう。
寝ましょう。こう悪いささやきだ、優しいけどやばいんですよ、マジマジピンチ、マジピンチ。来週の便は最善、やっほー、やったね、見つけるだね。今日前髪綺麗と思った。え、めっちゃ綺麗よな、めっちゃ良くない？なんかでもパッツンしたいな、そろそろって思っちゃったりしちゃったりして、マジピンチ。そう、マジピンチ、マジピンチ。これ結構ガーティーでピンチなんだよねまあでもきょうちゃんなんで大丈夫です。今日もきょうちゃんに特大の感謝でした。こちらこそありがとうだよ。今日も楽しかったな。アーカイブとか見ちゃおっかな。マジマンジーみたいな、マジピンチ、イエーイなんか11機でさ、なんかエンジンするときさ、出番前とか頑張ろうイエーイみたいな感じだけど、頑張ろうやね、ちょっと好き、そういうとこ、そういうとこマジ好き。早く11機6人で集まりたいな。超好きで、かわいい、かわいい、かわいい。楽しかったほんまに。アーカイブ見ちゃう？見ちゃう？まだ12時やもんな、言うて。なんでそんな早く寝ようとしんやろ。眠たいもんな。ゴロゴロして寝れたら寝ようっと。寝落ちしたいな、今日も。パタ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 。声出していこうぜの予習します。もういいね。そう、今日もお手紙読ませていただきました。ハートありがとう。まだではなく、もうの時間、確かにもう12時。やっぱり公園の今日がちゃん好きだなと思った。嬉しい。アーカイブを見ます、見てね。今日ちゃんのことをずっと追いかけて、今日ちゃんから目を離さず、1秒たりとも目を離さず見てください。お花ありがとう。キョッピーいっぱい見た、嬉しい、ありがとう。また見に来てね。あと2分待って、やばい。ミスターフランスのコール完璧で、めっちゃおもろかったよ。え、すごすごくない？それはすごいな。はい、13位忍者、12位いちご、11位寝起き、10位ハッタゴンさん、9位ウサギ、8位猫、7位豆柴、6位キョッピー、5位ハンギョドン、4位ウサギ、3位パンダ、2位チンヤナゴ、1位犬。ありがとうございました。まあと2分もあったわ、まだ。気を抜くとキョンちゃんに見つかりますから。見つけたから、マジで。おいパチ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 、ありがとうございました。 DMM 見て覚えた、すごー、素晴らしい。また来てくれたら嬉しいですね。ありがとうございました。今日も一日お疲れ様でした。今日はリーちゃんの生誕祭でした。可愛かったです。明日は一日練習頑張ります。すいませんでした、ほんまに、ほんまに。明日は何しようかな。明日マジで有意義に一日過ごす、頑張る。そう、有意義に時間過ごせるように頑張ります。一秒も無駄にしないように頑張ります。てかね、マジ髪の毛ツヤツヤ。あ、おやすみ。